本日は松尾岩沢研究室夏の ICML 連続読み会にご参加いただきありがとうございます。この会は普段松尾岩沢研究室内で実施している深層学習の論文発表会、その名も DL 輪読会を夏の特別企画として公開形式で実施するものです。本日は3名の論文紹介発表を予定しています。1名ずつ論文の紹介発表が終わった後で、東京大学でとオフライン参加者の方々を対象に質疑を取らせていただきます。オンライン参加者の皆様におかれては長考になりますので、マイクはオフのままでご参加くださいますようよろしくお願い申し上げます。それでは1人目の発表者は鈴木さんです。ご自身の PC 上で資料を投影、マイクをオンにしてお話しください。これで。で、喋ってもらっていいですか。じゃあこれでいきましょう。お待たせしました。ちょっと自己紹介スライド作るの忘れたんですけど、松尾研究室で、特任助教をやってます鈴木と申します。今回の読解の、世界モデルの最初の発表者ということで発表させていただきます。で、ですね、普段は、世界モデルを中心に研究をしていまして、輪読会とかでは、世界モデルもそうなんですけど、深層生成モデルとか、そのあたりの輪読の発表すること多いんですが、今回は、世界モデルの会ということで、どちらかというと、その世界モデルについての基本的な話から始めて、割と分かりやすい研究っていうのを今回取り上げましたので、その世界モデルについての話から、今回の研究紹介という形で、進めていきたいと思います。で、ICML の読み会ということで、ICML で発表された、世界モデルに関する論文なんですけれども、これに関しては、その他にも世界モデルの研究はいろいろありまして、最後に、簡単に、リストをちょっと出しますけれども、この研究に関しては、その既存の世界モデルについての、何でしょう。ある種、マルチモデル、ごめんなさい。マルチタスク的な側面とか課題っていうのを、明確にして、それを解決するためのアプローチを提案していると。で、アプローチ自体はめちゃくちゃ単純でして、後でお話しするんですけど、非常にシンプルなんですけれども、それでも、既存手法を大きく上回る結果ということで、非常にわかりやすい結果ということで、今回取り上げました。じゃあ、これは、世界モデル知ってる人にとっては、当たり前の話になってしまうかもしれませんが、世界モデルは何かっていうことなんですけれども、外界からの限られた観測、環境があって、その環境から観測がこう得られるわけですよね。画像とか。そういった観測をもとに世界の構造を気にするように学習するモデルのことを世界モデルと総称しています。で、世界モデルの役割は、基本的には観測からその潜在表現、表現、状態表現とも言われますけど、それを推論し、その推論した表現から未来のことを予測するということをするということが、世界モデルでできることになります。で、世界モデルで将来予測することができますので、そういった世界モデルを用いて長期的な計画とか意思決定をすることができるというのが世界モデルの特徴になっています。で、今回、概要、この後に、世界モデルの代表的な手法とか紹介しますけれども、より深く知りたい方は、こちらのサーベイ論文とか、あとは、私が以前書いた、これ人工知能学会の方で、載ったやつですけれども、こちらとか読んでいただければ、世界モデルについて、ざっくりわかるかなというふうに思います。で、世界モデルっていう話自体、もしかしたら皆さん最近、聞いたことがある、ことが増えてきたかもしれませんが、
もともとは、シュミット・フーバー先生はじめ、教科学習の先生たちが、1990年頃に提案された話が、スタートでして、その頃からも世界モデルって言葉を使われているんですけれども、2018年頃から、デビッド・ハンの有名なワールドモデルっていう研究がありまして、その頃から本格的にこう世界モデルの研究っていうのが、進められるようになっているという状況になっております。で、今、世界モデルの概要の話をしましたけれども、実際どういう構造になっているかという話をしたいと思います。で、ここでは、外界から得られる観測、主に画像ですね、を置いていて、状態表現、潜在表現を Z、行動を A というふうに、ノーテーションを置いています。で、世界モデルの構造としては、まず、先ほど推論と、予測って話をしましたが、その2つに分かれていまして、まず1つ目が、その観測から状態表現を推論する部分、ここではエンコーダーと言います。それと、あと、その現在の表現と、あと行動が与えられたときに、次の時刻の表現っていうのを予測する部分、ここを遷移モデルというふうに呼びます。この2つのパートから構成されています。図で見るとこんな感じですね。この青い部分と緑の部分が、それぞれエンコーダーと遷移モデルになっていて、エンコーダーで観測からその表現を獲得して、で、その後に、行動が与えられたときに次の状態を予測するっていう、そういった形の構成になっています。で、ここでその表現っていうのが、その外界を表すいい表現になっていれば、そのより容易に将来予測できたりとか、あるいはこの上でどういった行動を取るべきかっていう方策を学習するってことをこの後するわけですけれども、それが、良い方策を獲得することができるってことにつながるということになります。で、この方策っていうのが、要するに教科学習における方策に対応しますけれども、これはその状態表現上で、行動の、選択を行うっていうことを、やっているわけですけれども、これを交互に行うわけですね。世界モデルは、まず外界から情報を獲得して、それをもとに世界モデルを学習し、その学習した世界モデルの上でどういうふうに行動すべきかっていう方策を学習し、で、さらにそこからまたデータを集めて、世界モデル学習し、みたいな感じで、こういったこうサイクルを回すことによって、世界モデルの学習と、その上での方策の学習、最適な行動の学習っていうことを行うわけです。で、世界モデルでできることとしては、さっき申し上げた、一番最初に申し上げたように、世界モデルは予測モデルを持っているので、長期的な予測をすることが、長期的な予測をすることができます。例えば、一回このある時刻の観測っていうのをエンコードした後に、その将来の、状態表現っていうのを、この遷移モデルをどんどんこう、ある行動に対してこう、入れてあげる、ある行動を入れることによって、次の状態表現で、それを何回も何回も繰り返すことによって、長期的な将来の予測ができるということです。で、さらに今申し上げたように、世界モデルを使うと、その世界モデルの上で、そのどういうふうに行動するべきかっていう方策を学習することができるので、環境と比較的少ないインタラクションで、方策を学習することができる。例えば、世界モデルを持ってない場合だと、実際にデータを取ってきて、その上で学習するってことを繰り返さなきゃいけないので、実世界に対して何回もインタラクションしなきゃいけないんですよね。そうすると、例えばロボットとかで学習しようと思った時に、あんまりこう動かすと壊れてしまうっていう、そういった問題があるかもしれません。で、その場合に、ロボットの、方策を学習する際に、そのロボット自体を動かして学習するというか、ロボットが実際に外界と相互作用してデータを集めた上で、そのデータに基づいて、世界モデルを学習し、その上で、たくさんこう方策を学習するということをすることによって、いわゆるサンプル効率が、高い、学習をすることができるということです。あとは、自動運転への応用とかも最近は進められ、あ、の研究も進められていて、車に搭載されたカメラの映像を撮っておいて、その映像の、ある画像のところから、こういうふうにハンドルを動かしたらこういうふうになりますよねっていうふうな予測モデルを学習することによって、それを自動運転に使うみたいな、そういった研究も最近はよく行われています。で、あと最近関連する話としては、動画生成 AI という、領域が今年に入って結構着目されるようになっていて、で、特にですね、空とかは、ホームページとか見ると、現実世界のシミュレーターであるというふうに主張しているわけです。
で、まあ、これは要するに、長時間のこう一貫性を持って動画生成できることは、すなわち、その世界のシミュレーションに対応してますよねっていうことで、まあ、ある種、こう世界モデル的な位置づけとして見なせるんじゃないかというふうに、まあ、言われていて、まあ、こういった観点からの世界モデルっていうのが着目されているわけですけれども、まあ、一方で、じゃあ、果たしてこういう、その動画生成 AI、つまり、こう、画像の予測ですよね、動画なんで。が、果たしてその世界モデルにおいて重要なのかどうかっていう話ですけれども、例えばルカンとかは、まあ、最近ツイッターでよく言ってるんですけれども、そのピクセル生成による世界のモデリングっていうのは、実際問題、こう無駄が多くて失敗する可能性が高いというふうに主張してるわけですね。例えば動画生成でなんかそれっぽいこう1分間動画が作れるわけですけれども、あくまでもそれっぽいわけで、実際の物理現象をちゃんと忠実に表してるかどうかわからないですし、まあ、なんでしょう。そもそも我々も1分後のことを正確に描けって言ったら多分描けないですよね。描けないんですけど、頭の中で1分後はこんな感じになるだろう。1分どころか、まあ、1年後とか10年後とかもこんな感じになるんじゃないかなっていうふうに抽象的なこうイメージを浮かべることは、まあ、できるわけです。つまり、ルカンが言ってるのは、そのピクセルレベルの生成ではなくて、そういう抽象的な表現の予測っていう方が重要なんじゃないかっていうことを言ってるわけですね。なので、まあ、さっき言ったような、その、なんでしょう。その状態表現の、まず状態表現を推論し、その上で予測するっていうことがまあ重要になってくるという話ですね。で、さらに、その時に、その、まあ、次に話しますが、その表現っていうのは、まあ、その、例えば、例えば、まあ、空以外の、その、再構成というか、画像予測に基づく、まあ、世界モデルの学習。で、その上で、その抽象的な表現を獲得するようなモデルっていうのは、まあ、あるわけです。なんですけれども、それもやっぱりその画像予測に基づいているわけですね。なんですけれども、実際にこう、なんだろう、タスクを解く上で重要な表現っていうのは、その画像レベルの予測だけじゃなくて、例えば、ある報酬を最大化したりとかした場合、その報酬に基づく表現であれば逆に言うと十分である可能性もあるわけです。で、ここの話を、まあ、観測モデリング、報酬モデリングっていうふうにここで呼んでいます。で、つまり、世界モデルにおいて何をするか、最終的に何をするかっていうと、まあ、その世界モデル上で、まあ、エージェントが、まあ、何らかの報酬を最大化するように、まあ、方策を学習するってことをするわけですけれども、ということは、その表現は、その報酬最大化するようなことが実現できるような表現であればいいわけです。ということを考えると、まあ、観測モデリング、つまり観測を予測するようなモデルっていうだけじゃなくて、そもそも観測予測というよりは、その報酬が予測できるような、そういったモデルであれば十分だというふうに考えることもできるので、そういった意味で、その観測モデリング、つまり観測を予測するように世界モデルを学習するって話と、その報酬とか、まあ、何らかのタスクの目的を予測するように世界モデルを学習するっていう、まあ、2種類のアプローチが、まあ、考えられるわけです。で、さっき言ったような空っていうのは、まあ、その表現は考えてないですけれども、この観測モデリングに対応しているわけです。で、あとは、なんと言うんだろう。表現を獲得してるんだけど、基本的には観測ベースで学習するっていう、まあ、世界モデルもあって、それがこの後説明する、あと本研究で、ベースとなる研究として扱われているドリーマーという方法です。で、一方で、その観測予測っていうのを一切しないで、あくまでも報酬予測ができるような表現を獲得するように、まあ、学習する方法っていうのも提案されていて、これがTDMPC とか、まあ、最近着目されている研究ですけれども、こういった方法になっています。なので、まあ、こういった背景がまずありますということを押さえていただければと思います。で、まず、今回の、まあ、本論文のベースとなる話ですけれども、まあ、ドリーマーという研究があります。まあ、世界モデルの研究でもしかしたら一番有名かもしれませんが、これは、世界モデルとして、さっき言ったようにこうエンコーダーと、まあ、遷移モデルっていうのをまあ持ってるわけですけれども、それ以外に、まず観測を予測するっていうことを目的として学習したいので、まあ、観測をその潜在変数から観測変数にこう戻すような、つまりこう再構成するような、まあ、そういったその、まあ、これがエンコーダーと呼ばれるとしたら、こっちはデコーダーと呼んでも差し支えないかもしれませんが、まあ、そういったモデルを用意する。で、あとは、それだけじゃなくて、報酬を予測するようなモデルも実は入っています。そういった意味で言うと、必ずしもこの観測モデリングって言ってるけど、まあ、観測だけを予測してるわけじゃなくて、実は報酬も予測するように学習しています。
ただ、後で言うように、実は、ドリーマは、主に観測予測っていうのを集中的にやっていて、法則予測、ごめんなさい、報酬予測っていうのは、実はあまり考慮されてないっていうことは、分かっています。で、まあ、これの学習っていうのは、まあ、こういった形で行います。重要なのは、ちょっと式が揺らって見づらいかもしれませんが、重要なのは、3つの損失関数があるということです。1つ目は、観測をうまく予測できるようにするっていう、まあ、さっきの空みたいな感じで、うまくこう将来予測できるようにするっていう、まあ、そういった損失ですね。あ、ごめんなさい、将来というか、画像レベルの予測ができるようにするっていうのが、1つ目の損失。で、2つ目が、報酬損失。これは報酬が3と潜在変数から予測できるようにするってことです。で、3つ目が、遷移がちゃんとできるかどうかっていう予測ですね。これは要するに、ちょっとこう説明がしづらいんですが、このエンコーダーの部分と遷移モデルっていうのが、ちゃんと同じような、潜在変数、状態変数を、状態空間変数を推論できているかどうか。まあ、そういったことを表す、まあ、損失になっています。で、まあ、これの3つの損失を、まあ、目的関数の中に含めて学習するというのが、まあ、ドリーマーの、世界モデルの学習方法です。で、まあ、コード選択の話とか、ちょっと時間が結構、今も押してそうなので、ちょっと割愛しますが、まあ、その上で、こう、世界モデルの上で、まあ、行動を学習するっていう、まあ、工作を学習するってことをしているわけですけれども、まあ、実はドリーマーって、まあ、2020年に出たんですけど、その後にもいくつか出てまして、現在、ドリーマー V3 まであります。で、これは、まあ、いろいろ工夫は置いてるんですが、基本的な形は一緒でして、まあ、いろいろ正規化の工夫とか入れることによって、その様々なタスクで同じようなアーキテクチャで学習できるようにしたっていう話でして、あと今、ドリーマー V3 ですと、マインクラフトにおけるダイヤモンド収集タスクっていう、まあ、タスクに取り組んでいまして、まあ、この論文は初めてそれを人間のデモンストレーションを使わずに解けたっていうふうに言ってるんですが、まあ、つまり、こう、ダイヤモンドを掘削するっていうことをするためには、まあなんか、それ用のこう、ツルハシが必要なわけですね。で、それっていうのは、ちょっとごめんなさい。それを獲得するた、それを掘るための、ツルハシが何か忘れたんですけど、まあこういった形で、こう、いくつかこう、段階を経なきゃいけないわけですね。要するに、これを作るた、これを掘るためには、このツルハシを作る必要があって、このツルハシを作るためには、これを掘る必要があって、みたいな感じで、いくつかこう、段階があるわけです。で、それを、このダイヤモンドを掘るという報酬だけで、まあ、学習するっていうことが、まあ、できるんだと。つまり、こう、いろいろ試行錯誤をたくさん繰り返してやるんだけど、それを世界モデルを学習して、その上でやることによって、比較的サンプル効率の高い形で、まあ、学習することができたというのが、こちらの結果になっています。で、これは一つ目のドリーマーで、今回の研究は、このドリーマーをベースとした研究になっています。で、もう一つ、さっき申し上げた、再構成をしない、つまり観測予測をしないモデルっていうのがありまして、まあ、先ほどがエンコーダー遷移モデル、観測モデル、報酬モデルになっていましたけれども、その観測モデルっていうのを用意しないで、報酬モデルだけで学習するという方法もあります。これが最近、あ、ごめんなさい、これ、ちょっと喋り間違えてますね。まあ、これが最近着目されている、PDMPC という方法です。実はこれも2まであるんですけれども、まあ、これは、こういった形で、その報酬予測っていうのを基本的な目的関数としているのと、あとは、そのエンコードした結果っていうのと、遷移によって、予測した、状態変数っていうのが一致してるかどうかっていう、その一貫性が保たれてるかっていうのを見て、それによる損失っていうのを置いています。あともう一つ特徴的なのは、今回か、詳しい話は割愛しますが、TD ラーニングに近い形の目的関数を置いていて、これによって、価値関数を学習しているということをしています。すみません。ここにアニメーションがあったんですが、ちょっとここは閉じます。で、さらに、まあ、行動選択の上での工夫点としては、MPC を使っているって話があるんですけれども、これもちょっと本質と関係ないので割愛します。で、まあ、現状の、まあ、モデルベースの強化学習の中では結構性能がいい方法でして、さっきのドリーマーとかと比べると結構性能がいい結果というふうに、まあ、少なくともこの論文の中では主張されているということです。あ、ちなみに先ほど間違えた著者はこちらの人でして、こちらの人が、2021年ぐらいかな、に提案したのが TDMPC で、その後に、昨年 TDMPC2 というものを提案した形になっています。で、まあ、これが、その世界モデルにおける、その観測モデルや報酬モデルにおける既存手法の話です。既存手法の話しただけで、ちょっと、
残り10分になってしまいましたが、で、まあ、じゃあ、この観測モデリングの話と方針モデリングの話をどっちがいいかっていう話ですね。で、そこが気になるわけですけれども、で、まあ、TDMPC の例から方針モデリングの方が良さそうなわけですけれども、とはいえ、やっぱり観測予測するっていうのも重要なタスクはやっぱりあるはずだというふうに考えられるわけで、なので本研究では、その観測モデリングを、具体的にはドリーマーをベースとして、そのモデリングの違いっていうのを、まあ、分析していくということをします。で、さっき、その世界モデルの ドリーマーの中には3つの損失があるという話をしました。ちょっとごめんなさい、前後して申し訳ありませんが、こちらですね。こちらに3つのこう損失があるって話をしました。ちょっとこれだと分かりづらいんで、ここではもう、それぞれの損失がこういうふうにあるっていうふうに書きました。で、まあ、それぞれがどれぐらいこう重要かっていうのは、まあ、学習の中で、一つの目的関数として考えると、まあ、その係数として考えることができるわけですので、一旦その重み付けっていうのをそれぞれこういうふうにまあ置いてあげます。で、これによって、この重み付けによって、まあ、その結局、その、各、ある、課題を解くときに、まあ、この重み付けによってどういうふうに性能が変わるかっていうことが、まあ、気になるわけです。例えば、この観測損失っていうのが消えれば、まあ、報酬モデリングになるわけですし、まあ、こっちがなくなれば観測モデリングだけになるわけです。というように、この重み付けによってどういうふうにこう性能が変わるかっていうのに、まあ、興味があるわけですね。で、それをちょっとまず分析しましょうっていうのをこの論文ではしています。その上で、じゃあどういうふうに改良するかっていうことを提案してるんですが、まあ、まずは、どういった分析が行われたかっていうことについてお話しします。まずは、報酬損失の係数を調整するっていうことをやっています。まあ、これによってどういうふうに性能が変わるかっていうことを、まあ、強化学習の性能が変わるかっていうことを確認しています。で、まあ、それぞれ、異なるタスクで、それぞれこう係数を調整しているわけですけれども、この上から3つ目、それぞれ上から3つ目のところを着目していただきたいんですけど、で、左が報酬の係数で、右側が観測の係数です。観測側はそのままにしているので1ですね。で、報酬側は1、上位100というふうにちょっと増やしてまあ学習しているわけです。そうすると、ですね、分かると思うんですけど、あ、ちなみにこれは横軸が環境のステップ数ですね。で、縦軸が成功率を表しているわけですけれども、これを見ると、例えばこのタスクですと、係数を100にしてあげると結構良さそうとさ、割と早い段階でこう成功率が立ち上がってサンプル効率良さそうだということが分かります。で、例えば、あとはこちらの真ん中と右のタスク見てみると、100だとちょっと低くなっちゃうんだけど、10だと良さそう。ということで、まあ、タスクによってちょっと違うんですけれども、係数を適切に調整すればサンプル効率が向上するってことがなんとなくここから分かります。しかも結構、変わりますよね。このもともと11だとあまりほとんど、成功率が上がらないんですけれども、こっちだとこう学習するにつれて上がってくるということがまあ分かるわけです。なのでやっぱりここの調整が大事そうだってことがまず分かるわけです。なので、つまりこれが大事だってことは、要するに報酬予測っていうところが結構重要だっていうことがまあ分かるわけですね。で、それを、ですね、まあ、実際のこう、予測モデルの方で見てみて、どれぐらいこう予測できてるか。まあ、さっきのやつは、これは、まあ、その強化学習がどれぐらい成功してるかってことを見てますけど、その予測がどれぐらい合っているか、観測および報酬予測がどれぐらい合ってるかっていうのを見ています。で、まあ、今言ったように、その報酬の、ウェイトを大きくするっていうことをすると、まあ、報酬側をより、重要視して学習するってことになりますし、報酬のウェイトを 1にする、まあ、デフォルトの1にしてあげるってことをすると、まあ、報酬よりも観測の方を重要視するってことをしているわけですね。で、これで見てあげると、ですね、まあ、予測しているのがこっちですけれども、こうぐーっと予測しているわけですが、この赤字になっているところが、報酬予測がミスっているところですね。で、まあ、観測がミスっているかどうかちょっと見づらいかもしれないんですけど、これちょっと拡大しているやつを見ると、これレバーが間違ってるんですね。こう、本当はこっち向いてなきゃいけないんだけど、こう上向いちゃってるんですね。で、これを報酬予測を重要視するようにまあ学習してあげると、まあ、報酬予測も合ってますし、実は観測予測も合うんですね。つまりこれは、要するにこの報酬に関連する観測っていうのが、その報酬予測を重要視することによって、結果的にこう良くなっているということがわかるんです。
なので、まあ、逆に言うと、その報酬予測よりも観測モデリングっていうのを重要視すると、その結局、報酬予測が誤ったことに気づかないし、その、なんでしょう、観測予測もミスってしまうということがわかるんです。で、じゃあ、その報酬伸びで学習するとどうなるかっていうと、まあ、それも微妙なんですよね。これ101の場合ですね、さっき、示した、その報酬の係数を100にした場合。で、じゃあこの時に、この観測予測の方を全くしないっていうことをする、係数を0にするって、そうするとどうなるかっていうと、そうすると、それはそれで下がっちゃうんですよね。なので、結局、その表現学習能力が、まあ、観測予測ってのはやっぱり重要だってことは、ここからわかるわけです。で、ちなみにこれ、他の報酬ベースモデルにはどうかっていう話は後でちょっとします。なので、まあ、結局、ここから分かることとしては、両方大事なんだけど、それのこう関係性というか、どれぐらいの大きさで見るかっていうところが重要っていう、そのスケーリングの問題が重要っていうことが分かるんです。逆に言うと、スケーリングをうまくやれば、今まで全然できてなかったタスクもかなりできるようになる可能性があるわけですね。という、まあ、示唆が得られたので、そこからどういった手法を提案するかってことなんですけれども、手法自体は最初に申しましたように、めちゃくちゃシンプルです。まあ、つまり観測モデリング、報酬モデリング、両方のこう利点を生かしたいわけですね。観測モデリングは表現学習の能力を促進させると。で、その結果、サンプル効率の予測ができる。学習ができると。で、一方、報酬モデリングの方は、まあ、タスク依存の表現を高めるので、まあ、結果的にそのタスクに依存するような、まあ、予測とかもできるし、その上でのまあ、強化学習っていうのもうまくできるようになる。なので、まあ、こういった利点を生かした上で、こういった利点を生かすためにどうすればいいかということを考えたいんですけれども、まあ、単純なアプローチが、各項のスケールで、まあ、係数を正比化する。つまり、それぞれこれ、実際にこれ実験してみると分かるんですけれども、それぞれのソースの結構値が結構違うんですね。なので、それをもうその時の値でスケーリングしてしまう。いうことをすれば、それぞれ同じぐらいに見るだろう。まあ、そういった仮説ですね。なので、まあ、シンプルな方法としては、それぞれの値で割ったものっていうのを、まあ、係数と見なしましょうということです。まあ、ただし、これだとうまくいかないのは明らかで、というのも、これミニマッチで学習してるんで、結局、なんかちょっと変なのが入ってくると、それだけでこうガッと大きくなっちゃったりして、不安定になっちゃう可能性があるわけですよね。で、そうですね。なので、そういった問題が、まあ、あるわけです。で、それをまあ解決するために、まあ、これもシンプルな方法なんですけど、こういった目的関数を導入しています。つまり、なんでしょう、係数をパラメータとして、この目的関数を最適化するように学習するということをします。なぜこの目的関数を最適化するかというと、これ、シグマで割ってイコール0で置いていただくと分かるんですけど、これ、シグマで割ってイコール0って置くと、この形になります。なんでしょう。まあ、いいや、ちょっと。はい。とりあえず、これで置くことによって、まあ、結果的に、期待損失の最適解は、まあ、こちらの形になりますし、ということは、結果的に、まあ、これになるわけですね。で、さらに、こう、パラメータとして置くことによって、つまり、実際に割った値じゃなくて、パラメータとすることによって、まあ、動的なんだけど、一気に変わる形じゃなくて、スムーズに、こう、リスケーリングができるということが、まあ、期待されるわけです。まあ、なので、こういった形の目的関数っていうのを考えて、まあ、これで学習するということをまあしています。で、さらにもうちょっと細かい工夫としては、これ、その最適化の際の符号の制約ですね。結局、これ、0より大きい形になってほしいので、まあ、こういった形で置くのと、あと、係数が小さくなりすぎる。すみません。シグマが小さくなりすぎて、結局この重み係数が大きく、最終的にこれが大きくなることを防ぐために、まあ、正規加工で、えー、正規加工、あ、ごめんなさい、正規加工っていうのはこの第2項の話ですね。こちらに、まあ、定数を足すっていう、まあ、ことをしています。ちょっとこう、底上げみたいな感じのことをしています。まあ、これによって、まあ、それぞれの項が大きくなることを防ぐと。で、これをするとしないで、実は結構違いまして、この1足すかどうかで、こちらの結果で、そのロスのスケールが出てるんですけれども、ロスのウェイトのスケールですね。で、これ入れないと、この結構でかい値になっちゃうんですけど、でかい値になっちゃうんで、まあ、最終的にこう、その各項もでかくなっちゃうんですけれども、それをこう防ぐためにこれを足してあげることによっても、これぐらいのスケールの作りになるということですね。
まあ、これによってまあそれぞれの項が大きくなりすぎることを防げますし、実際に、これで学習した、これの最適解で割ったものっていうのは、結局、まあこのスケールで収まるので、まあ、大きくなりすぎないということがまあ分かるんです。という感じで、まあ、基本的には工夫としてはこれだけでして、まあ、これを目的関数としてまあ学習しますということをしたのが今回の提案手法になっています。で、じゃあ次に、実験の話に行きたいと思います。まあ、実験はこちらの5つのタスクで検証していて、で比較手法は、まあ、ドリームは V2 をベースにしていて、で、V2 は基本的に重み係数が1なんですけれども、この上でその重み係数の調整っていうのを先ほどの方法でやるというのが今回の提案になっています。で、まあ、それ以外の、ドリームは V3 とかドリームはプロって呼ばれている手法があるんですけれども、まあ、それらでも、まあ、同様に、まあ、結局今回のやつっていうのは係数を調整するための方法なので、そういった意味では別の、まあ、モデルでもいいわけですね。アーキテクチャとか違っても同じようなことができるわけなので、じゃあそういったその他の手法でも同じように使えるかっていうことも検証しています。で、まずドリームは V2 と、そのドリームは V2 に対して先ほどのこのロスですね。今回提案するロスっていうのを適用した、そのハーモニードリームっていうのを名前つけてますけれども、まあ、それと比較した結果っていうのがこちらになっています。で、さっきみたいな感じでめちゃくちゃシンプルな方法なんですけど、まあ、それでもめっちゃ性能が良くなるんですよね。特に全然できてないタスクとかでもかなりこうできるようになったりとか、まあ、いずれのタスクにおいてもサンプル効率が性能が高いことがまあ分かるんです。で、あとは、まあ、こういったタスクがありまして、まあ、それぞれのこうタスクとしてはシンプルなんですけど、背景の画像が毎回ランダムにこう生成されたものになっていると。もともとのこう基本的なタスクってのはこちらですけれども、DMC のタスクはこちらですけれども、この背景っていうのがなんかランダムにこう決まっているみたいな、まあ、そういった感じの場合に、つまりこれを意図していることは、これ素直に再構成だけ学習してしまうと、毎回こう違う背景になっているので、学習が大変になってしまうわけですけれども、このタスクに関わる表現だけうまく取ることができれば、そこまでその影響を受けずにちゃんと学習できるだろうということですね。で、これで見てみると、確かにやっぱりドリーマーは再構成ベース、再構成の影響がでかいので、うまく学習できないことが多いんですけれども、今回の提案とそこが改善されているということがわかります。で、実際、ロスのスケールとかを見てみると、まあ、遷移喪失のところですね、のスケールを見てみると、もともとのドリーマー V2 で見ると結構ロスがでかくなっちゃうんですね。まあ、つまり、その観測モデリングが困難なので、結局学習過程がうまくいかなくなってしまうということがわかるわけです。で、一方、今回の方法は、報酬モデリングの影響っていうのが結果的に多分大きくなってると思うんですけども、それによって、結局、その観測に依存しないような、観測じゃない、タスクに依存しないような表現というのがうまく獲得されていて、その結果、そのロスがすごい跳ね上がるみたいなことはせず、特に遷移の損失っていうのはうまく予測できているかどうかっていうのに関係しますので、ちゃんと予測できるような、まあ、潜在空間内でうまく予測できるような、まあ、遷移モデルっていうのが獲得できていることがわかるわけです。で、あとさっき言ったように、ドリーマー V3 とかドリーマープロっていう、まあ、他の、そのモデルベースというか、観測モデリングの方法とかで比較したものですけれども、こちらも、同様に、その要するにそのモデルに依存しない形で今回の手法っていうのがうまく効きますよってことがわかります。ドリーマー V3 もかなり性能いいと言われてたんですけれども、それでも、今回の手法を適用するだけでかなり良くなっているというのがわかるかなというふうに思います。で、あとは、あたりのタスクでのドリームは V3 の比較っていうのもしていて、これを見てみると、まあ、ヒューマンレベルがこれぐらいで、ドリームは V3 が、まあ、それはちょっと超えるぐらいの性能になっていて、これも結構高いって話だったんですけども、まあ、今回はさらにそれも超えるような性能になっていて、しかも、26タスク中に23タスクで、ドリームは V3 を上回っているっていうことで、非常にシンプルな手法なんですけど、かなり、性能がいいってことは、これでもわかるかなというふうに思います。あと、マインクラフトで、まあ、ハウント、タウっていうタスクがあるんですけれども、アマイン道場っていうのはベンチマークの中であるんですけれども、まあ、それで、確認してみると、そのドリームは V3 では全然うまくいってないんだけど、まあ、今回の、ハーモニーロスを入れてあげると、こういう形で、まあ、おおむねこう学習できているというか、100万回ぐらいのインタラクションで、まあ、学習できるんだっていうということがわかります。で、あとは気になるところとしては、その報酬モデリングの手法っていうのがあるわけですよね。先ほどお話した TDMPC って方法があるわけで、そいつと比べてどうなのか。
つまり観測を全く学習しないで報酬モデリングだけをしているような方法っていうのが、まあ、あるわけなので、まあ、そういった方法と比べてどうなのかっていうことを見てみると、あと今回の、論文内では、その今回の提案書、ハーモニードリームの方が DNNPC よりもかなりいい性能になっていると。なので、やはり観測モデリングっていうのも表現学習の獲得においては重要だと。表現学習においては重要だということが、ここからわかるわけですね。例えば、こちらのタスクとかは、まあ、全然こう、DNNPC でもできてないんですけれども、まあ、今回の提案書ができるようになっているということが、まあ、わかるわけですね。はい。で、あとですね、それ以外の、その、ドリーマーベースなんだけど、その報酬モデリングを頑張るみたいな、タスクもあるわけです。あ、タスクというか手法もあるわけです。例えば、デノイズド MDP っていうのは、その報酬依存でコントロール可能な表現を分離するように学習して、そうすることによって、まあ、そこからその、なんだろう、報酬予測とかするとか、そういった工夫をすることによって、まあ、そういったそのグラフィカルモデルを作ってあげて、その元で学習するっていうことをしてるんですけれども、まあ、そうすることによって、その報酬に依存するような、まあ、表現っていうのを獲得し、その上で、こう、方策を学習するので、結果的に性能が良くなりますよっていうことを言ってるんですけれども、まあ、そういった手法に比べても、まあ、今回の手法がいいということが、まあ、わかるわけです。で、まあ、例えば、あと、こちらのレポっていう手法とかは、その、まあ、結局観測モデリングをしないで、遷移と報酬の予測を最大化するように学習してるんですけれども、まあ、そういったものと比べても、提案手法の方がいいと。で、特に背景がランダムとかになったさっきの方法とかだと、提案手法が高い線になっているということがわかります。で、あと、ここまで聞いても気になるのが、本当に今回の、その、なんだろう、係数調整の方法がいいのかっていうことですよね。なんか、もともとその係数の調整が重要だってことは、まあ、わかるわけですけど、本当に今回の係数調整の方法がいいのかどうかっていうことには、今までの、結果っていうのは答えてないわけです。なので、その係数調整の方法っていうのはもっと別にいい方法ないかっていうことで、そのマルチタスク学習の枠組みで言うと、それぞれのタスクのバランスを取るための工夫っていうのはいろいろあるわけです。なので、そういったもので、まあ、検証してみてあげると、まあ、結果から言うと、それらと比べても今回の方がいい結果になっています。で、なんでかっていうと、まあ、結局今回のタスクはそのリプレイバッファが増加して、その、まあ、結局、その学習データが毎回増えていくわけですね。なんで、こう、非定常な形になっているので、その例えば、学習進捗に応じてバランスするみたいな方法とかだと、その学習進捗を正確に測定できない可能性があるわけです。あとは、ピクセルごとに見て調整する方法とかがあるんですけれども、結局今回、次元サイズとかそういったものを含めて、要するにボス全体で調整する必要があるので、まあ、そういったところを見落としているみたいな、そういったところで、まあ、既存の手法より今回の方が、少なくとも、その世界モデルにおける、バランシングにおいては重要だったということがわかります。で、その他気になるところは、まあ、いろいろあるんですけど、そこの検証も一応ちゃんとやっていて、例えば、今回、観測損失と報酬損失のバランシングが重要だということは、まあ、分析で分かったわけですけれども、じゃあ、遷移損失のバランシングって本当に重要なっていう、さっき、3つの損失がありましたけど、最初と2つ目に関しては重要だってことは、まあ、分かったわけですね。じゃあ、3つ目の損失が本当に重要かっていうのは、結局、分析では分かってないわけなんですけど、まあ、実際それを、じゃあ、固定するのと自動調整するので、どっちがいいかっていうと、やっぱ調整した方がいいっていうことは、まあ、分かるんです。あとは、結局、今回の、その調整した重みっていうのが、その、なんかいろいろ頑張って調整した重みと比べていいのかどうかって話なんですけど、一応、この範囲内だったら、今回の自動調整の方がいいってことが、まあ、分かっています。あとは、さっき、なんか、微妙な工夫してましたよね。その、シグマがこう、めっちゃ、大きくならないようにみたいな、そういった工夫とかをしてました。するために、こう、1プラスを置いてましたけれども、あ、ごめんなさい、シグマが小さくならないように、こういった工夫を置いてましたけれども、まあ、これが効いてるかどうかって話なんですけど、実はこれ結構効いてるっぽいんですよね。で、まあ、なんか多分今まで類似の工夫はされてたかもしれないですけど、実はこういった細かい工夫っていうのが重要なのかもしれないということですね。これ、するとしないで結構違うっていうのが、まあ、こういったところから、まあ、わかるっていうことですね。はい。ちょっと時間が過ぎちゃいましたけれども、まあ、今回は、まあ、観測モデリングと報酬モデリングって話をまず始めて、それをバランスするっていうのは単純だけど効果的な世界モデル学習手法提案ということで、まあ、そちらの解説をしました。で、まあ、これが有効なところとしては、まあ、その、
観測モデリングも重要なんだけど、その観測のみに重み付けが大きくなっているようなタスクっていう、まあ、そういったところに有効だという。例えば、細かいタスク関連の観測が必要なんだけど、まあ、タスクに関連しない変化する観測も重要みたいな、なんか変化する、タスクにかけない変化する観測があって、それをうまくこう取り除きたいとか、うまく考慮して学習したいみたいな、そういった時に重要だということが考えられます。はい。で、まあ、感想とかちょっと書いてないんですけれども、まあ、こんな感じで結構シンプルな手法なんですけれども、結構性能向上するっていうのは結構面白いかなと思うんです。まあ、逆に言うと、もうちょっと工夫できるところあるかなと思うので、もし興味ある方はいろいろ知ら、実装は公開されているようなので、ぜひ触っていただければと思います。あと、世界モデルに関連する今回の ICM の部分としては、こんな感じのものがありまして、ぜひ興味ある方は、こちらも読んでいただければなというふうに思います。はい。すみません。ちょっと時間をオーバーしましたが、以上でお願いします。ありがとうございました。共有画面をオフにしていただいてお願いします。では、ディスカッションタイムを取ります。質問やコメントがある方は、チャット欄に投稿してある質問サイト、スライドにアクセスし、入力をお願いします。質問は発表ご自身でお選びいただければ幸いです。オンライン参加の方々が質問を書いていただいている間に、お願いします。オンライン参加の方々が質問を書いている間に、オフライン会場から質問を取りたいと思います。質問、コメントある方いらっしゃいますか？すみません。はい。先ほどの、例えば、今ですね。センスパンスがシューマをこう、自動的にこう、計算すると。画面を用意してもいいですか？これ。多分、スライド見ながらも多分質問もしやすいです。そうですはい。なんでちょっと画面共有させてもらいたいんですけど。はい。その関数のところも、ちょっとよくわからなかったんで、はい、はい。もう一度、どうやって自動的に変化させるかっていあ、う。話はすごいシンプルでして、結局3つの目的関数の中に3つの項があるわけです。で、3つの項の、値を調べてみると、ある項だけめっちゃでかいとかがあるわけですね。で、具体的には観測損失は基本的にはでかいんです。で、本州損失が小さいことが多いんですね。なので、で、本州損失をでかくして、観測損失と同じぐらいでかくしてあげると、ちゃんとそっちも効いて、うまく学習できることが分かった。じゃあどうするかっていうと、この値で、まあ、言ってしまえばもう割ってあげればいいわけです。うん。それを毎回学習のたびにやってあげる。まあ、更新するたびに。うん。っていうのが基本的な発想です。ただ、毎回毎回それをやっちゃうと、結局、なんだろう。毎回これ、値が違うので、たまに大きくなったり小さくなったりするときに、まあ、結局で、あとこれ全体で計算できるといいんですけど、結局ミニバッチで計算してるので、その平均で見ちゃうと、結局、まあ、なんでしょう、異常値が入った時にバーンってでかくなっちゃったりして、損失関数全体が不安定になる可能性があるということなので、こういった直接割るということをせずに、パラメータを導入して、そのパラメータが最適になった時に割った値と同じような形で学習するということをしていることですね。それによって、まあ、自動調整をしている。そのパラメータでのがシグマでしたっけ？あ、そうです、おっしゃシるグ通マ入ってる。り。はい、そうです、そうです。それは、これは、それでシグマ i というやつ、これはシグマ i 自身も、はい。学習するパラメータと考えてみましたっおっしけ？ゃる通りです、本当です。なるほど。解析、あ、どうぞ。はネットワークのシーターもい。学習する。おっしゃる通りです、本当です。で、その時にシグマ i は、はい。それでなんか1足したりしますよ、その後そのはい時。はいはい、はい、はい。あ、これはでも、何をやってるんですか、経験なんですけど。これは別に、なんでしょう。結局学習するときに小さくなりすぎるっていうことを防ぐための、まあ、工夫みたいな感じですね。その前のページの、これが、ちょっと次の後に、やばいですね。これでいくと、LI のシグマというのは、いつもの通常のスタンスですね。おっしゃる通りで生す。産しはい。て、シグマで割って、かつ6シグマでそうです。やってるやつを、そうです。シグマゼロ。これを全体の目的関数と申してるで、ん目で的す。関数して、はい。このシグマでも、はい。もう学習する。おっしゃる通りです。はい。なんかあれ、シグマでビームしそて、うそう。ビームしてイコールで動けば。うん。シグマ。L。そういうことか。そうそうそう。普通に解析的に計算できます。5メガマイナス1.5で、5メガシグマ。
じゃあオンラインから一つ質問を選んで回答いただけますか。はい、では次はオンラインのスライドから質問をピックいただこうと思います。質問者の鈴木さん、どれか選んでいただき、まず質問を読んでいただき、次に回答をお願いします。どれがいいか、上の2つがどっちかですね。これにしようか。山さんから来ている報酬、観測予測と報酬予測、それぞれに要する関数があると理解しましたが、モデルの学習自体はどう行われるんでしょうか。ロスを取る部分が違うので、モデルのどこの部分をフリーズして、どこを学習するかなど、観測モデルと報酬モデルが一気に連で学習するのか、別々に学習するかなどをイメージできると助かります。ありがとうございます。これはですね、エンドとエンドに学習します。全体を、何でしょう、一つの目的関数で、全体のパラメータを学習するということをしています、はい。ありがとうございます。ただ、ちょっとドリーマー V2、V3 とかではいくつか工夫を入れているんですが、まあ、基本的にはその全体を学習しているということで、はい、いいです。ありがとうございます。では、ディスカッション時間は終了です。発表いただいた鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。